はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。G ジェネレーションクロスレイズ、今回は鉄血のオルフェンズ第1話やっていきたいと思います。鉄と血とで、統制1、これ一般兵だな。ギャラルホルン、射撃、反射、地上戦か。次はどうすればいい？オルガ。かつて人類を破滅の危機に追い込んだ戦争、厄災戦から300年。治安維持組織ヤラルホルンの庇護のもと、地球上の4つの経済圏が世界の中心となった時代。世界には仮初めの平和が訪れる一方で、地球圏を経済の頂点とするいびつな統治構造は、地球とそれ以外の惑星間との経済格差を生み出していた。搾取される側に追いやられた圏外圏は困窮にあえぎ、貧困という負の連鎖から未だ抜け出せずにいる。時にポストディザスター323、火星の民間警備会社クリュセガードセキュリティ、通称 CGS、 その中で少年兵のみで構成された非正規部隊3番組は地球までの護衛任務に指名される。依頼人の名はクーデリア・アイナ・バーンスタイン、火星独立運動の中心に立つ少女。火星の問題を象徴する同年代の少年たちと行動を共にし、その痛みを少しでも分かち合えたら。彼女の新率な思いから生まれたその選択と行動が、後にこの世界を大きく揺り動かすことになる。今地球より彼方軍神の地にて、革命の乙女に導かれし鉄の花がその実を芽吹かせようとしていた。鉄と血と、
貴様が指揮をしているのか。死ぬ死ぬ死ぬ。死なねえ。死んでたまるか。このままじゃこんなところじゃ。終わるねえだろう、ミカ。ねえ、次はどうすればいい？俺が。決まってんだろ。ん？行くんだよ。どこに？ここじゃない、どっか。俺たちの本当の居場所に。うん、行こう。俺たちみんなで。暗影撃破、暗影撃破前にクランク、クランクを先に倒せってこと。どっちだ、こっちが暗影か、こっちがクランク。17200の7200かヒットポイントはナビやっていけば大丈夫か。ってかメイスしかねえし、そもそもどんだけ食らうこれ。どこから持ってきたのか知らんが、そんな旧世代のモビルスーツ、このギャラルホルンのグレイズの相手ができるとでも。もう一人死んだみたいだけど。その声、貴様まさか子供か。そうだよ、あんたらが殺しまくったの。これからだ、あんたらを殺すのも。3600くらったか。まあいけんな、反撃で倒しちゃおう。やべえ、防御しないと死ぬぞこれ。え、めっちゃ溜まったんだけど、死にそうだけど。2700、え、回避で 51%、 120ミリライフル、どうすれ。大事を取って防御しとく。こんな奴がいるなんて。お前も倒す。いや、倒せない。2603、待って、5000まで回復したから。待ってメイス一発ぶん殴って倒せ。3500とか、やべえ。1500、次倒せないと死ぬぞこれ。これ回避しかなくね。 60% かよ、無理だ、死んだ。ごめんなさい。もう一回、一回回避できればなんとかなるな。ていうかゲットゲージめちゃくちゃ溜まったんだけど。
ん、敵戦力なんか全然わかんねえんだけど、1体しかいなくね。こいつ倒せば増援が出てくるのかな。とりあえず出せるやつを出しとこう。あれ地上大丈夫だよねこいつら。2ターンでクランク、あーやっぱクランク撃破が優先か。まあ、殴るだけ殴っとこう。これが子供か。言っとくけど俺は犠牲になんてなってないよ。俺と俺の仲間のためにできることをやってるだけだ。で今はとりあえずあんたが邪魔だ。4400、3700。すごい。私もあの荒屋敷システムというのを使えば思うがままに操れるのでしょうか。そうすれば私も少しは皆さんの力に。やめとけ。俺たちは運が良かっただけだ。え？俺とミカドはその時一緒に手術を受けたのは10人。そのうち4人は失敗してそのまま病院送り。多分今でもベッドから起き上がれないだろう。生きてればだけどな。ミカはそれを3回も受けてる。そのリスクしかないような手術を。もちろん自分の意思でな。ミカはな、強くなくちゃ生きていけないことを知ってるんだ。だからってそんな危険な手術を。意地汚くてだけど潔い、あいつは矛盾の塊なんだ。だけどだからこそ強い。すごいのですね三日月は。私も彼のように戦えるでしょうか。あんたもう手術を受けたいなどとは考えていません。私の戦う場所は別にあることを知っています。5100だから敵ターンも殴る必要があるな。戦艦とかどうしよう。とりあえず近づくか。孤立して増援が出てきたらちょっと嫌だしな。全員動かそう。よし、 OK。死にそうだけどこれ殴って終わりだね。いくぞバルバトス。当たれ。これなんだっけ。統制か。めちゃくちゃ黙ってんな。鉄火だ。俺たちの新しい名前。 CGS なんてカビ臭い名前を名乗るのは尺に触るからな。鉄火、鉄の火ですか。いや、鉄の花だ。決して散らない鉄の花。なあ、俺が勝った場合はどうなんの。あんたそれ言ってなかっただろ。気に食わなかったんだ。すまない。バカにしたわけじゃないんだ。その選択を
俺が持たなかった、それだけだ。俺は上官の命令に背いた。何の土産もなく帰れば、俺の行動は部隊全体の問題になってしまう。だがここで俺が終われば、責任は全て俺が抱えたまま。うわっ、もういいよ、喋らなくて。すまんが、手を貸してくれないか。あ？俺はもう自分で終わることすらできない。うん、わかった。ありがとう。敵はこれだけ？とはいえ減っちゃってるからな。交代しながら合流しよう、うちの部隊と。で、出すか？まずマスターと、マスターユニットと、こっちのオリキャラ部隊行こう。オリキャラっていうか、原作部隊。これバルバトスさ、めちゃくちゃゲットゲージ溜まってるけどさ、あ、やめましょ、ちょっと多分メイスしか持ってないからだよね。このナノラミネートアーマーって何？ビーム3500軽減、荒屋式システム、反応が出てるけど、なんだろう。3以上持ってる場合、反応30、覚醒30、テンション超強気、命中回避プラス10。キャラクターがってこと？その手術を受けてなきゃいけないの、荒屋敷さんがある。これ何？混乱にならないか。はあ、なるほど。もうちょっとじゃあ飛び切らすか。そう、なんとなく知ってるのが、この世界はビームが効かないんだよね。実弾で攻めていかなきゃいけない。一応バルバトス全員倒そう。メイス殴って、これどんだけ増える？いや、増えるな。開発ができれば、ここでバルバトス手に入れて、多分進化させていって強くするっていうのが多分ありだったんだろうけど、いかんせん開発できねえかな。5200だったらヘビーアムズマシンキャノンいいかよ。積極強い、ウィングゼやっぱり強いぞ。バルバトスってどう進化していくんだ。ちょっと全然もうこっち倒せばもう多分終わりじゃん。モビルワーカーはさすがにビーム効いたわ。そこまで高性能じゃないか、ワーカー自体は。いや、もうあとこのザコ倒して終わりだな。とはいえ味方が敵を倒す意味もあんまりないからな。ゲット、やったぜ、生産登録。まあ、ビームが効かないっていうのを考えると、まあいいかな。ちょっと戦艦スロックでやっちゃおう。これは普通に入るな。
で、こいつ何持ってんだ？射撃能力か。ちょっとヒーローに奪わせるか。じゃあバスターライフル効くよね。あ、効く効く、全然効く、一発で当てるし。ではいただきます。エネルギーが少ないんだよな、バスターライフルが結構食うから。あれ、こいつ何持ってる？反射神経か、ありだな。ちょっともう一旦飛び気をするか。ちょっと自分にもやろう、複数ロック。2人は倒せるでしょ、減ってる2人は。こいつと1人しか倒せなかった。まあいいや、チャンスステップでやっていくか。反射って回避、命中も効果あんのかな。あれ、 i8、 そういえば経験値やってねえや。忘れちゃう、すぐ忘れちゃう。ちょっとレベル1のままだから一旦終わりにしよう。つけ忘れてしまった、マシンキャノン。これ取るは増えないよね。増えない増えない。 OKOKOK。すぐ忘れる、ジャンクパーツ付け合わせるの。バスターライフ強えな、やっぱり一撃だもんな。ちょっとヒーロー鍛えていこう。で、最後これもバスターライフぶっ倒して終わり。 75% か。邪魔だ。攻撃指令、任務了解。直ちに敵機を撃墜する。いきなりバルバトス手に入ったけど、性能的にどうなの？バルバトスの第一形態、三日月は入ったな。水上適性いらん。で、どこだ、うちの経験値持ってったやつ、バイエイト、オプションパーツ、購入しなきゃいけないんだよね。5000円、プラス5000円かかるかな、ブルースーツ手に入れると。で、ちょっとバルバトスを見てみよう。第1形態、いや、メイスだけはきついよ。これはちょっといらないな。やっぱりバルバトス第1形態から、まあ、第2形態、第3形態っていう風にやっていくと効率よく多分強くなっていくんだろうけど、ちょっとバルバトスは使わないです。弱い、さすがに。
という感じで今回はじゃあ終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。